はい、こんにちは、116インズです。明らかにうまくいっていない長期契約の失敗を認める瞬間というのは、フロントとしてもなるべくなら来てほしくないと思っていることでしょうが、今日ヤンキースにその瞬間が訪れてしまいました。ヤンキースは今日前日にレッドソックスからトレードで獲得した外野手グレッグ・アレンをロースターに登録するために、不振に陥っていた外野手アーロン・ヒックスを DFA。ヤンキースは2018年オフにヒックスと7年契約を結んでおり、契約自体は2025年まで残っているんですが、契約を2年半以上も残した状態での DFA、 ウェーバーにかけられるか他球団へのトレードがまずは選択肢となりますが、彼の契約はあまりに重すぎるため、それを引き取るチームが出てくるとは考えにくく、現実的には数日後にヤンキースからリリース、後に FA となるかと思われます。ヒックスは今季28試合に出場して打率1割8分8厘、OPS5 割2分4厘、WRC プラスに換算してわずかに49と、リーグ平均の半分程度の攻撃力しかなく、もはやヤンキースの中でもレギュラーの待遇ではなかったわけですが、来年と再来年の年俸がそれぞれ980万ドル、2026年のオプションのバイアウトが100万ドル、さらに今季の年俸1080万ドルがシーズンまだ50試合も消化していませんので、まだ7割くらい残っていることも考えますと、ヤンキースはこれから合計2000万ドル以上、もっと正確に出せば2700万ドル前後のお金をチームにいないヒックスに対して支払うこととなりそうです。ヒックスとの長期契約はすでに明らかに失敗していたわけですが、ヤンキースもついに彼を諦めざるを得なかったようですね。今回はこのヒックスの DFA の件についてお話していこうかなと思っています。近年バッティング面で特にスランプに陥っていったヒックス、いつかはこの日が来るとは誰もが思っていたでしょうが、ついに来てしまった感じでしょうか。長期契約初年度の2019年以降、なかなかかつてのようなバッティングを見せることはできず、リーグ平均以下のバッティングに終わる年も多く、5年間通算での OPS が6割8分9厘、ウィンザボリプレイスメントは 2.8、 ここ3年間では2021年が WRC プラス76、昨年も WRC プラス90と、少なくともヤンキースが契約当時思い描いていたようなパフォーマンスではなかったのは間違いなく、選手の活躍度合いにひときわ厳しいヤンキースファンからブーイングされる場面もしばしば。またヒックスは怪我による離脱もかなり多く、2019年以降で100試合以上に出場できた年は昨年の130試合のみで、それ以外の年に関してはそもそも60試合にすら出場できていないと。2017年にセンターで DRS プラス12と、守備でもかつては存在感を発揮できる選手でしたが、体の問題もあって昨年はレフトを守る機会も今まで以上に多くなっていました。バッティングで価値を出せず、守備もレフトが多くなってきたことで、チーム内の立ち位置も危ういものとなってしまい、今季はベンチを温めることも多くなっていましたね。ヒックス自身は開幕直後になかなか十分な出場機会を与えられなかったせいか、自分の役割がわからないなどのコメントを残すなど、起用法に対して不満を示していたりもしましたが、結局のところ自身のプレーでその状況を完全に打破するには至らず、5月末を前にしてチームから DFA となってしまいました。まあ正直なところ、メジャーリーグにおいて現状のヒックス以上の選択肢はいくらでもいるというのが実情です。ヤンキース外野陣のパフォーマンスはジャッジ、ベイダーを除けばかなり低調で、特にレフトの問題が深刻なわけですが、それでも今のヒックス以上の成績を残している選手はいるわけで、最近10試合のヤンキースレフトのスタメンはジェイク・バウアーズかアイゼイア・カイナー・ファレファのどちらかが入ることがかなり多くなっていました。バウアーズも正直 WRC プラス86と特別打っているわけでもないんですが、ヒックスの WRC プラス49と比べればマシで、守備でもマイナスを作っているわけでもありませんので、現状ヒックスより優先されるのもまあ妥当な判断だと思いますし、レッドソックスから獲得してきたアレンをロースターに登録するにあたっても、バウアーズなどすでにマイナーリーグオプションが残っていない選手をわざわざ切るくらいだったら、お金の問題を抜きにすれば成績の振るわないヒックスを DFA するという判断というのもおかしくはないのかなと。今回ヒックスに代わって入ったアレンはトリプレーでの WRC プラスが113とズバ抜けて成績がいいわけでもないんですが、ヒックスよりは期待できるという考えも多少なりともあるでしょうか。ヤンキースも相当にヒックスの復活を信じてここまで我慢してきたわけですが、最終的には他球団のマイナーでプレーしていた選手を獲得してメジャーに上げてきた方がマシと考えてしまうくらいにまで落ちてしまったのは残念ですよね。ヤンキースとヒックスは幸せな結婚にも見えたんですけどね。もともとツインズでトッププロスペクトだったヒックスはなかなかバッティング面が成長せず、2015年オフにヤンキースへとトレードとなっていたんですが、移籍初年度こそその傾向に変わりはなかったものの、2017年にバッティング面がついに開花。2度の脇腹の怪我もあって88試合の出場にこそとどまりましたが、ホームラン15本、 OPS8 割4分7厘、 WRC プラス128はいずれもその時点のキャリアハイの成績となると、翌2018年は今なお彼の自己最多である137試合に出場し、ホームラン27本、 OPS8 割3分3厘、ウィンザブルプレイスメントも 4.4 を記録、MVP 投票でも票が入る程度には存在感のあるシーズンとなりまして、2019年オフに取得予定だった FA へ向けて順調に市場価値を上げていました。
ヤンキースとしても2017年、2018年と MLB でも上位レベルのセンターとして活躍するヒックスを見て、これからのチームに欠かせない人材であると感じたんでしょうね。ヒックスが FA 市場に挑戦する前に彼と7年総額7000万ドルの長期契約で引き止めに成功。やや怪我の多いヒックスに対して29歳シーズンからの7年契約でしたので、当時から契約期間が少し長すぎるのではないかという声はありながらも、直近2年間でウィザーブリプレイスメントを 8.2 も稼いだ選手を年平均たったの1000万ドルの契約にてキープできた点は割と評価されていた印象もあります。ヒックスは契約延長の会見にてここが自分の痛い場所と発言するなど、ヤンキースに残りたい意志が強かったことが伺え、チーム側もヒックスの打席でのアプローチの良さなどを高く評価していたりと、まさに相思相愛の契約だと思われたんですがね、4年経って別れの日が来てしまいました。別々の道を歩むこととなったヤンキースとヒックス。気になるのはヒックスがこれからどこへ行くのかという点ですが、ヒックスの契約をわざわざ引き取ろうと考えるチームはいないはずですので、数日後にはチームからリリースされた後に FA となることが濃厚です。その後はどこのチームが契約したとしても、残りの契約の大部分はヤンキースが支払うこととなるため、獲得するチームは最低年俸分の支払いのみで済みますので、ここで獲得に興味を示すチームは出てくるのか。今季は極端な打撃不振に陥っているヒックスでありますが、一応昨年は130試合でウィンザーブリプレイスメント 1.6 を残している選手であるわけで、そのレベルの選手を最低年俸で獲得できるチャンスではあると。あるとしたら外野、特にレフトに課題を抱えるチームがダメ元で獲得とかはもしかしたらあるかもしれませんが、一方で現状そういったチームの最たる例がヤンキースであり、そのヤンキースから DFA となってしまったヒックスに一体どれほどのチームが興味を示すのか気になるところですかね。一時期のヤンキースを支えたヒックスも年齢で言えば33歳、まだやれる部分もあるはずですので、新しい環境でもう一花咲かせることはできるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。